申し訳ありません。アイリス家のファイルにはそのような役者の情報はないようです。申し訳ありません。アイリス家のファイルにはそのような役者の情報はないようです。お見せいただいた写真に一致するものもありません。想定の範囲内ね。もう少し聞かせてほしいんだけど、普通人が夢の中に入るときはどんな痕跡が残るものなの？ドリームプールの記録のことでしょうか。装置はリアルタイムで心拍数、血中酸素濃度、体温などのバイタルサインをモニタリングして統計を取っておりまして、異常データはファミリーによってフィルタリングされています。また不適切な行為を発見した場合は直ちに対応措置が取られることになっています。申し訳ないのですが、ホテルにはその権限がありません。そうした情報はハウンド家が一括管理しておりまして、具体的な問題が発生した場合にのみこちらに転送されるようになっているのです。ここじゃ何もわからないみたい。少なくとも次に誰に会えばいいかは分かったわ。ついでにハウンド家に事件について聞けるしね。アレイさん、いろいろありがとう。そういえばロビンさんは大丈夫？私たち彼女の公演をすごく楽しみにしているの。大丈夫？それはどういう意味でしょうか。ロビンさんがどうかされたんですか？調和セレモニーの準備は順調に進んでいますので、特に問題はないと思いますが、彼女ならきっと素晴らしい公演にしてくださるでしょう。ええ、きっとそうね。やっぱり誰もロビンさんのことを知らないみたい。驚くことでもないけど、でもそのホタルって子も謎めいてるわよね。ホテルのシステムでも彼女に関する情報が見つからないなんて。密航者だとしてもピノコーニに来た後は偽の身分が必要になるでしょ。彼女は遺産争奪戦の参加者なのに、一体どうやって誰にも気づかれずに無境の中に入れたのかしら。ホテルの客室にあるドリームプールの他に夢の中に入る方法ってあるのかな。メモキーパーは常人には理解できない能力を持ってるから、ピノコニーの記憶域なら水を得た魚のように動けるでしょうね。実際ブラックスワンがそれを証明してくれたわ。そして性格ハンターのハッカーは信じられない方法で無境ホテルの封鎖を解いてみせた。しかも
現場を見た彼によれば、ホタルの事件の裏でも性格ハンターたちが動いていたみたい。ガーデン・オブ・リコレクションに性格ハンター、確かにどっちも可能性はあるね。じゃあカンパニーはピノコニーを手に入れようとしてるなら何かしらの準備とかしてるんじゃない？君たち一体何者だ？ブラボー作戦チーム指定の地に到着。武力避難作戦実行準備よし。やろうぞ、やれ。武力避難。リーダー、もしかして酔っ払ってるんですか？お前に何がわかる。この方が効率的なんだ。総監に見つかりさえしなければいい。報告は後回しにしろ。分かったか？そんな勘弁してください。僕の年末賞与はあの雪に覆われた星でなくなってしまったんです。部門の重大規律違反リストに自分の名前を載せたくはありません。ねえ、あれ見て、今の声ってベロブルグにいたカンパニーの連中じゃない？宿泊客の皆様、スターピースカンパニーがホテルで特別業務を行うことになりました。避難担当のスタッフに従い、指定された安全なエリアへ向かってください。指示に従っていただけない場合、強制措置を講じます。痛い思いをしてもすぐ忘れるんだから。仕事中に飲んじゃダメだって言ったでしょ。君たち、今すぐ彼を部屋まで引きずって行って。後で会議を開くからね。自己報告書の書き方を確認しておくように。ポパーズ、まさかピノコニーで会えるなんて。久しぶりだね、請求列車のみんな。君たちのことはアベンチュリンから聞いて。大丈夫、彼らの言う通りにして。できるだけファミリーとの衝突を避けて、どんな行動を取るにしても事前に私に報告すること。はい。見ての通り、ピノコニーでカンパニーは歓迎されてなくて、ファミリーの友好的な態度も表面的なものなんだ。かつての辺境の監獄が今ではカンパニーの社員を縛り付けてるなんてね。招待状を持ったアベンチュリンだけがパーティーへの参加を認められて、私たち同行者は夢に入る資格すらないから、現実のホテルに泊まるしかなかったの。だからアベンチュリンさんはあちこちで協力者を探してたのね。無境の中ではカンパニーの援助が期待できないから。彼の状況はあまり芳しくないって聞いてる。そういえば君たちはファミリーが不利になる調査を手伝ってるんだよね。無境の外で何か助けが必要になったらいつでも言って。カンパニーは提携パートナーを大切にする主義だから。ありがとう、トパーズさん。ちょうどハウンドたちに事件について聞こうと思ってたところなの。もしかしてもう彼らと接触してる？それならちょうど私の後をつけてきてる人たちがいるから、直接聞いてみるといいよ。よかった、これで私から目をそらしてもらえる。ずっと監視されてて困ってたんだよね。ベンチュリンと取引してみてどうだった？大変だったんじゃない？あの人はああいうスタイルなの。オール・オア・ナッシングが口癖でね。いつも親しげにしてくる一方で、取引相手を危険な道に誘い込む。やり方は人それぞれだから、余計なことは言わないでおくけど、
でもアベンチュリンは本当に運がいいんだよ。手掛けた案件はほとんど成功してるし、賭けにだってほぼ負けない。だからピノコニーを取り戻す件についても期待してるんだ。2つの事件については残念だけどあんまり情報を持ってないの。詳しいことはみんなに調査を続けてもらうしかないね。俺たちは長官からの命令を実行してるんだ。お前何の用だ。私たちは前にミスを犯したからな。その穴埋めをするのに手一杯で、今は他のことに構ってる暇なんてないんだ。カンパニーの幹部であるトパーズを監視して、彼女がピノコニーにいる間はホテルレバリーの外に出さないようにする。今度は相手を間違えてないぞ。なるほど、あの時ホタルを追いかけてた二人か。なんでお前がまた因縁をつけに来たのか。今度はおじけづいたりしないぞ。用があるなら早く言え。そうじゃないなら邪魔するな。あんたたち知り合いだったんだ、はあ、あんたってなんてどこに行っても前にボコボコにした相手に会うの。そうそう、うちらファミリーのために殺人事件を調査してるんだ。あんたたちの上司と事件について話せない？それは…こら、保安官がドリームボーダーから戻ってくるまで何も話しちゃダメだって言われてるだろ。何が殺人事件だ。デタラメ言うな。そうだ、話すことなんかない。帰れ。協力する気はないみたいね。でも上司がドリームボーダーにいることは話してくれたわ。なら直接その保安官に会いに行けばいいんじゃない。多分こいつが言ってたギャラガーって人でしょ。あいつらも事件のことで大変なんだろうね。ギャラガーどこにいるんだろう。おい、そこの二人、この先では今ハウンド家が調査を行ってる。関係者以外立ち入り禁止だ。ちょっと待て、灰色の髪のお前、どこかで見たことがあるよな。でどんだけトラブル起こしてるの。いや、間違いない、この前のやつだ。努力だの友情だのクロックトリックだの叫びながら、あの金髪の子と一緒に俺を殴っただろ。今回は何があっても見逃さないぞ。帰ってくれ。さもないと土下座してお願いするからな。あんたこの人に一体どんなひどいことしたの。ちょっと待って、その私たちはファミリーが発行した書類を預かってるの。あんたたちの調査に協力するから、私たちがギャラガーさんに会えるよう便宜を図ってもらえないかしら。そのギャラガーってのは一体誰だ。もう何人もその名前を口にしているが、
そういえばその灰色の髪のやつも前に言ってたな。え、ギャラガーがあんたたちを派遣したんじゃないの？俺たちは保安官に派遣されてきたんだ。それ以上のことは言えない。だからそれで合ってるじゃん。うちらはその人に会いたいの？ダメだ。ファミリーの名誉に関わることだから誰も通さないようボスに言われてる。さあ帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。迷惑をかけてごめんなさい。行きましょう。他の方法を考えた方がいいわ。他の方法？そうだ、あんたこの前はクロックトリックってのでこの人を心変わりさせたんだよね。もう一回やってくれない？そのクロックボーイの不思議なマジック。ファミリーの名誉に関わることだから誰も通さないようボスに言われてる。分かったら帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。何時だ？何？もう定時か！任務終了だ！誰も俺の邪魔をするな！あんたのクロックトリックってちょっと危険かも。少なくとも彼が私たちを止めることはなさそうね。行きましょう。そのギャラガーって人を探して事件の詳しい話を聞かないと。やけに騒がしいと思ったらあんたらだったか。ようこそ。こんなところまで来てどうかしたのか？こんにちは、ギャラガーさん。その口ぶりからして私たちがここに来ることは分かってたみたいね。姫子さん、そう気を使わないでくれ。俺にさんなんかつけなくていい。私の名前まで知ってるの？ああ、知らないわけないだろう。あんたらは有名な請求列車の乗客で時計屋の客人なんだから。俺は黄金の時で一度そいつに会ってる。確かあの時は銀髪の女の子も一緒にいたな。あの子のことは本当に残念だった。それも私たちがあんたに会いに来た理由よ。列車としてもあの子の死を見過ごすことはできない。だからファミリーに協力して真相を明らかにすることにしたの。彼女のためにも正義を果たしたくて。まさか七死人がファミリーとつるんでるとは。これが運命のいたずらってやつか。ファミリーがどうかしたの？いや、なんでもない。気にしないでくれ。ピノコニーでファミリーを嫌うやつなんざいないからな。どんなに美しい夢に抵抗しようがその時が来れば名残惜しくなる。暖かい場所から出たいと思うやつがいると思うか？そんなのはバカか子供か正気を失ってるやつだけだ。何かをほのめかすような言い方ね。まさか、そんなつもりはないさ。事件について話したいんだろう？ OK、 それならついてきてくれ。ここは話をするのには向かないから場所を移そう。
あんなに恐ろしい事件が起きたというのに、この夢は今も秩序を保って動いているのか。調和のファミリーを除いて、ここまで巨大な建築物を維持できる勢力は他にいないだろうな。ファミリー自体も巨大で完璧な建築物と言えるだろう。まるで生きた心臓のようだ。ファミリーのメンバーたちは自分を身体のピースの一つだと考えている。唯一のコア、共通の理想を囲むように集まり、祖の指揮に従い、それぞれの役割を忠実に果たす。自分を捧げると同時に、その恵みを受けているんだ。面白い例え方だ。それこそがピノコニーの美しい夢が長く存続している根本的な理由なのかもしれないな。だが人間の体には終わりがある。それは神の体も変わらない。巡回レンジャーの言葉とは思えないな。事実を指摘しているだけだ。ベルトさんなら私よりもその意味を理解していると思うが。どうしてそんなことを言うんだ。美しい夢は崩れつつある。しかしそれは特定のアイオンや派閥、あるいは特定の客人のせいではない。その崩壊は人間のある種の性質によって必然的に起きているんだ。そしてそのことを認めようとしないファミリーの姿勢が無意識のうちにそれを加速させてしまっている。何の代償も苦痛もない安楽と快楽だけの無境に精神を浸らせていると、人は徐々に絵師に近づいていく。自分では極楽の中で生きていると思っていても、死は決して変えられない結末だ。しかもその絵師は伝播していく。一つのピースの異変がやがて建築物全体を揺るがすまでになり、破壊を呼び崩壊させる。最後は人々が自由のために作った美しい夢がかえって自分たちを閉じ込める檻になる。今回の旅ではかなりの収穫があったんだろう。俺に話してくれないか。もちろん。まあ私が覚えていることが前提条件になるが。ただの癖だから気にしないでくれ。過去にあった出来事のせいで私は少し忘れっぽくなってしまってな。この刀を鞘から抜いている時だけそのおぼろげな光景が鮮明になるんだ。なるほど。君の好きにするといい。これで十分だ。ピノコニーで起きたことは全てはっきりと覚えている。何でも聞いてくれ。黎明の時、そこには無境の基盤を加工するための超過工場があると聞く。無境の華やかさの裏には創造の工場がある。労働者たちは日々夢の中で不思議な品を作り出しては現実に戻って、豪華な客室とはかけ離れた寝床で休息をとっているんだ。だが彼らはそれで十分だと言っている。不思議な夢こそが最高の報酬なのだと。私はそこで一人の少女に出会った。彼女は成人したばかりで、本来なら美しい夢を存分に楽しむ年頃だ。そして彼女の最大の願いは、いつか黄金の時に移り住み自分の手で織ったきらびやかな服を見ることだった。だがある理由によって
彼女の願いを叶えることは難しくなってしまった。それでも私は何とかして彼女に服を届けたんだ。緊迫の時、そこはピノコニーの貨幣の中心だと聞いている。ああ、緊迫の時は要塞のような金融街で無境の経済の心臓だ。ルーサン家のピピシ人たちがその運営を担い、貨幣という血液を巨人ピノコニーの各所に送り届けている。あそこでは誰もが立派な装いをしていて足早に歩いていた。地元のピピシ人たちは自分たちの子孫が緊迫の時で働くことを何よりも願っているんだ。他人と話をしようとする人には出会わなかったな。だから私は交差点に立ち、ただ人々が鋼鉄のジャングルを風のように通り抜けていく様子を見ていることしかできなかった。彼らは稼いだルーサン兵を銀行の金庫に入れるためだけにそうしていたんだ。その金庫を彼らが再び開けるかどうかはわからない。そういえば緊迫の時を去る前、身なりの整ったピピチ人が空から落ちてくるところを見たんだが、それでも周囲の人々は彼のそばを通り過ぎていくだけだった。ブルーの時はとてもロマンチックだと聞いたことがある。君が見てきたことを教えてくれ。ベルトさんも聞いたことがあるかもしれないが、あそこはトワイライト号という大型船が夢の海に停泊していて、歌と踊りが絶えない場所だ。私はそこで何年も前に去った夫の帰りを港で待ち続けている老婦人に出会った。泊まった時の中で彼女は数えきれないほどの時を待っていたんだ。湿った海風に吹かれながら彼女は自分の青春について語ってくれた。富とチャンスを求めてピノコニーに来た多くの人々のように、彼の意識は夢の海の底に消えてしまったそうだ。やがて小舟で沖に出て話を続けようと提案され、私は彼女と一緒に船に乗り込んだ。だが彼女は口を開くことなく、ただ海と空が交わる水平線をぼんやりと見つめているだけだった。結局私たちはそのまま砂浜に戻ったんだ。流行、贅沢、消費主義の無境、黄昏の時、俺の仲間もそこを訪れた。なら夢を実現するため、あるいはすでに夢を実現した人々がそこで金を湯水のように使い、全てをかけるところを見たはずだ。あそこではあらゆるものに値段がつけられ、全てが売買されている。夢そのものすらも。私はそこで自分自身を競売品にしている一人のオムニックに出会った。誰かが競り落とせば、定められた期間と規則のもとで彼は買い手のあらゆる指示に従う絶対的な所有物となる。そのオムニックは合計12回競り落とされ、私は彼の13回目のオークションに参加した。それは私が見た中で最も盛り上がった回だったが、もう彼に目を向ける者はいなかった。そしてそのオークションで彼は落札されなかった。これが私の
この旅の浅い見聞だ。以前ある人に言われたことがある。ピノコニーは昔はこうではなかった。ピノコニーがこんな風であってはならないと。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇夜を見た。人々のために時が止まり、精神の豊かさと貧しさもそれぞれの尺度で永遠にとどまっている様。だから美しい夢の崩壊は必然だと思う。もしかしたらその全てを変える方法があるかもしれない。そうかもしれないな。だがもしこれが人々の望む世界であり、生命体が眠りにつく理由なのだとしたら、私たちはそれを変えるべきなのだろうか。ヨミさん、今度は俺が話をしよう。俺の故郷に一人の男がいてな、世界が癒えない傷に苦しんでいた時、彼はある決断を下した。世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人、精神のアダムを作り出したんだ。その後その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の柱となった。だがその代償として、前に進むことが難しい人、前に進めない人は永遠に未来を失うことになってしまった。彼らは災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が創造した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは、人々の目覚めたくないという願望によって不滅の存在となった。だが今あなたはここに立っている。つまりその男は失敗したということだ。人は常に未来に向かって進み続けなければならない。人間の弱さが人々の歩みを止めることもあるかもしれないが、本当に前に進めなくなった時、人間は必ず自分自身を救おうとする。そしてその男も決して失敗したわけじゃない。彼はその世界の全ての人々と同じように、人間の可能性を心に刻んだんだ。彼は神話における太陽を追うものだ。天に向かって飛び落ちることで最終的な勝利を迎える。彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない場所だ。太陽に近づきすぎた彼はそこで溶けて海に落ちるが、その後は無数の人々が彼の体を越え、より高い空へと飛び立っていく。七死人の開拓の精神にふさわしいな。ありがとう、ベルトさん。おかげであなたが何を確認したいのかが分かった。宇宙には似て非なる世界が無数に存在している。そしてその世界には似て非なる人々も無数に存在する。私も旅をしている時、異なる世界で姿の似た旧友に出会い、彼らの運命が既視感のある軌跡をたどっていくところを見たことがある。だからこそあなたに伝えよう。完全に同じではないが、あなたが描いた物語は私の過去と重なるものがある。そしてその底の見えない夢の中で、私はその男の命を終わらせた。私一人の手で。私はあなたの知っている人ではない。故郷も
あなたたちの世界のように幸運ではなかった。それは残念だ。いや、あなたの疑念を晴らせるならそれで構わない。だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、純種の表彰の下で君を導いてきたのはどんな力なんだ。ベルトさん、その質問に答える前にさっきの話を続けてもいいか。あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔彼らの祖先は地上から空を見上げることしかできなかった。彼らは遥か遠く天の外から届く光が雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も何世代にもわたり翼を広げ空高く舞い上がり太陽に触れようとした。なぜならそこに太陽があるからだ。ではそうして最後の鳥がついに空に舞い上がった時、光の果てにあるのが太陽ではなく光を吸い込むブラックホールだったことに気づいたとしたら、なぜ私たちは光に向かって飛ぶのだろうか。楽しんでるか、ヨミ。この声はさっきのコンスタンスじゃないわね。彼女の仲間かしら。あんたが何者で何を企んでるかは知んねえけど、俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコニーで看護系を見つけて店主に質のいいやつを用意してもらった方がいいぜ。偽物。偽物？なるほど。彼女は黄泉を追っている他の誰かに私の居場所を教えたのね。あなたは誰？ああ、相手を間違えたか。ホーリーベイビー、あんたは誰だ？私はガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーよ。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。あんた、あの偽物のボディーガードか、それとも他の何かか。まあどっちでもいいけどよ。あんたにも銃弾を一発残しといてやるから、首を洗って待っててくれよな。何を言っているのかよくわからないけど、あなたはヨミという巡回レンジャーを知ってるのね。あなたに聞きたいことがあるの。遺言状を書いてほしいのか。いいぜ。書き出しはどうする。遺言状なんかじゃないわ。彼女が一体どうやって巡回レンジャーになったのか知りたいだけよ。彼女は純種の運命を歩んでなんかいない。あなたこそ純種の運命の後人。そうでしょ。ねえ教えて、ヨミは一体何者なの。オーケー。まさか味方だったとはな。ホーリースイート、どうやら俺はマジで運がいいらしい。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、
アステナのホワイトオークを買って温めといてくれ。それで乾杯しようぜ。あの女の過去、そんなもん誰も知らねえよ。だがあんたが単純な答えだけ求めてるってんならいいだろう。クッションになる椅子を用意しといてくれ。あのヨミって女はな、存在するはずのない指令だ。